Here I am where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battle zeppelin everywhere. 衝撃映像になっちゃうんじゃない？大丈夫。ほら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 。渡ってるやん。えらいえらいえらい横断歩道。マジで。手あげないのか。賢い。手あげた。さあ。はい。到着しました。到着しました。今どこですか？え？これどこ？どこでしょう。いやどこでしょう。いやこれはもう東大寺の前の。はい。今まあここは夢風広場って言って、まあ駐車場なりいろいろお土産店なり入ってるんですけども、この建物の裏に。もうすぐ東大寺あって、うんうんうん、そこの東大寺の並びの中にあるスポンサーのお店の森奈良漬店さん、森奈良漬店さん、はい、もう創業もうとても古くて、なるほど、昔からある、とても古し古くて、創業どんぐらい？ちょっと後でリサーチ、ウィキペディア、ウィキペディアで調べる、なんで知らないの？知ってたんですけど、スポンサーさんだろ？すいません、ちょっと今から確認しに行きましょう。ジャーミーわかんじゃない？創業来たことないですね。あるかな？行きましょう。はい、行こう。いいよ、ジャーメンよ、お前、神戸遊び来いよ。神戸です。財布なんか持ってこなくていいからさ。神戸ですか。ああ、いらねえ、神戸来るときはもうお前、何も持たずに来い。奈良からタクシー乗って、はい、俺んち来て、あの、ガキさん、あの、タクシーでお願いしますって言って、降りて来いよ。無視するから。無視するんですか？無視するんですか？無視する。こういうタイプの鹿もいるんだ。違うね。鹿持たないですかね、ソフトキャンディー。ソフトキャンディーって。クリーム。そう、もう終わってんな。お辞儀して挨拶するんですか？嘘つけ。嘘つけ。全然挨拶しないでしょ。全然無視やん。全然無視やんか、ね、調子悪いじゃない。あらららら、鹿用にお水を。ここが森奈良漬店で、なるほど、スポンサーの奈良漬屋さんです。なるほど、このように並んでおります。おもう奈良といえば奈良漬けという。まあそうだね。食べたことあります？いや、あのね、ごめん、奈良漬けね、あれ、そうなの。え、あんまりあの、すみません、あの、タクシーじゃないんで、実はね、けど、まあね、はい、さっき、ここさっきもだから柿の葉寿司食べさせてもらって、はい、あの、初めて食って美味しいなと思ったから、もしかしたらね、お前は邪魔だよ、一個だけオーマーが反応しますから邪魔だな、邪魔って言わないでずっと来てんだよ、こんな感じでね、もう多分、鹿界のあれなんだろうね、タレントなんだろうね。いや、本当に鹿の中でね、コンビ組みます。鹿リーガーですね。鹿リーガーこれがね、これこそ鹿リーガーですよ。サッカーしないリーガーじゃないリーガー、なんでもリーガーでいけないですよ。ちなみに、え、昨日何の？見たことないですね。ないよな、ないよな。じゃあ、お願いします。じゃあどれ行きましょう。一番人気はこのプリンですね。これが定番。はい。じゃあ、その汚い手に乗せてもらえ。初めてですか、つばきさんも。あ、初めてです。俺はだから。あ、すごい。ちょっと食わず嫌いなとこあるから。すごい、鹿が。鹿が違う。鹿せんべいじゃないよ、これ。これ鹿せんべいじゃないよ。いただきます。あ、匂いすごい。え、うまい。編集長食われてます。ジャケット食われてるぞ。ジャケット食われてる。こんなことある？シカちゃんもフレンドリーに来るっていうこの、これもまた名物なの。俺初めて奈良漬け美味しいと思った。本当に あんまり得意じゃなくて、奈良漬けが食わず嫌いだったところあるんですけど、創業明治2年から。さっき聞いたじゃん、なんか自分の手柄みたいな。明治2年からさっき知らなかったくせにさ、すごい優勝ある。でですね、一つ、はい、あのあれなんですけど、余談なんですけど、店主が、はい、あの雇用していただいて、ね、すごいよね、それね。ちょっと店主の雇用、あのチームメイトの吉田くんです。おー、ちゃんとハキハキ挨拶してお願いします。どうですか、仕事っぷりは。あ、すごい頑張ってくれてます。棒読み。棒読み。仲いいな。どうなの？奈良漬けに対する思いは。いやー、でも僕のおすすめはやっぱり大根ですね。あ、大根いいですね。はい、じゃあ大根みんなで食べて。大根結構です。大根結構。じゃあいただきます。すいません。本当全然味違うわ。あー、本当だ。うん、大根美味しい。美味しいですよね。うん、あー、すごい。うまいな。美味しい。歯応えありますね。セロリ俺好き。おお、そう。俺もセロリ好きやったのよ。奈良漬けってどんな感じなの？
どうですか？かわいいですね。ほら、おじぎほら。あ、ほんまや。え、これですよ。え、欲しいもんがあるとおじぎするんですよ。あ、ほんまっすか。やっぱあの、ライブ2と間違えられたんじゃないですか。は？ハーバーよくね、ハーバーよくね。は？いろいろ残らないっすよ、ガクさん。ジャメさん。セロリうまい。大根よりセロリの方がうめえよ。いやそれはないですよ。まだ分かってないですよ。どの口が言ってんの。ちょっと俺あのセロリさ、お土産にみんな欲しいでしょ。はい。みんなそれぞれ欲しいでしょ。はい、欲しい欲しい、はい、みんな欲しいっす。選んでください。僕はセロリ。僕大根です。じゃあ私ウリ。じゃあ僕キュウリいきます。え、お支払い決めますよ。え、マジですか？お支払い決めますよ。やります。台本になかった。これアドリブですか？何が、何、俺が奢ってくれるとでも思った。なわけあるか。いやでも関係ねえから。せっかくなら来ていただいて。もう選んだよね。今さらやめるなんて言えないから。やるよ。いや僕払えないっすわ。おい、男気じゃんけんね。男気じゃんけん。お前店代表としてだから、お前が勝ったらもうあの俺らはただでもただだね。お前が勝ったら、お前の男気でただで持ち帰るんで、もうこれで給料から立ちますか。入るんだな。お前らも入るんだな。お前ら入るんだな。いいよいいよ。よし行くぞ。はい行くぞ。じゃあ掛け声お願いします。男気じゃんけんじゃんけん。ほい。何してんの。お前知らないよ今の。ね、ちょっとねじゃねえか。男気じゃんけんじゃんけん。よっしゃー。くそー。あと直接対決。くそー。絶対俺勝ちたい。勝ちたい。せっかくだからサラリーが。勝ちたい。絶対勝ちます。クラブ代表して。そうね、それやっぱお世話になってるね。いや、じゃあ僕が掛け声言います。男気じゃんけんじゃんけん、はい。男気じゃんけんじゃんけん、はい。ちょ、尺。イエス。男気じゃんけんじゃんけん、はい。チームメイトでキャッキャすんなよ。男気じゃんけんじゃんけん、はい。給料全匹で。ごちそうさまです。ありがたいね、本当に。すいません、本当なんか。ありがとうございます、本当に。気持ちいい。ね、そうですね。気持ちいい。降りたかったもんね。気持ちいい。その分よく働いて。そうね。すいません、お騒がせして、ありがとうございました。美味しかったです。もう奈良漬けみたいになってる。ラーメインっていう奈良漬け。ラーメインの奈良漬け。セロリの横に。セロリの横にラーメインの。置いていただければなと思って。あなたの商品。ありね。ここ空いてるんで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。Here I am where the movie started. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere.